こんにちは、ゆうです。バズナーのお時間です。今日誕生日の方、おめでとうございます。お久しぶりの動画になっちゃいましたね。生放送ばかりになって、本当申し訳ないです。あまり、重たいというかね、こんなこと言いたくないんですが、急性扁桃炎になりまして、はい。扁桃腺パンパンに腫れて、今もちょっとこんな感じの声なんですけど、はい。まだちょっと動画にできそうだったんで、はい。あと、ちょっと食べ物もね、あまり固形物というか、あまりちょっと食べれない状態で、メガネ外したらね、これちょうどブルーライトに特化したメガネで、隠れてよかったんですけど、ちょっと顔がもうべっそり気味だったんで、はい。こんな感じでしばらくやらせていただきたいなと思っております。はい、そうだね。ちょっとまだね、壇上をね、ちょっと喋りつつ、ちょっとやるっていうのはね、動画で、あまり今のコンディションがちょっとよろしくないのかなと思っており次第でございまして、はい。ちょっと EC も結構あったんで、はい。ちょっと、コードギアスガチャ、おかわり行きたいなと思っておりますんで、それでは、よろしくお願いします。はい。購入歴無料配布29個でございますと。今持ってないのがですね、はい。今持ってるのが逆にこんな感じなんですよね。本当にルルーシュが偏ってるっていうので、はい。それ以外のサイレアだとか、あとは強いとね、噂されているジノとか欲しいなと思っておりまして、それをね、4回でぶち抜いていこうと思っております。それで、最高！はい。はい。あかんわ。あ、会長、会長は確か持ってっちゃうかな。持ってますね。あ、でも武器が作れるんで、これも原作見てくださってる方にはもうお分かりかと思います。キューピッドの火の帽子。それでは、2回目いきたいと思います。はい。いや、もうこの時期ね、本当に体調崩されてる方がたくさんおられるんで、いらっしゃるんで、本当に皆さん体調お気をつけて。マナリーのために。優しい世界を。マナリーのために。はい。いいですね。オッケー。あと2回。ほんま、ジノが欲しい。ほんまに。はい。メインでもね、出てないんですよね、ジノ。この前がね、爆裂ルルーシュ祭りやったんで。あ、違う。見せてみろ、シェンフーや。ここは逃走。あ、それあれか。ダンジョンで出るキャラ。これか。はい。それだ、もう早くラストになりましたね。もう引き伸ばしとかあまりなく。はい。ちょっと僕も編集もちょっと軽く済ませたいんで、今日は。はい。それでは、ラスト。ナナリーのために。はい。OK! 来るか？ジノ来るか？ジノ来るか？コーネリア殿下、コーネリアを撃て。知ってます？皆さん。コーネリアを撃てっていう。第一期の。皇女として最後まで戦うのみ！おー。それでは、一応結果を見ていきましょう。はい、こちらですね。会長はね、確かこの前ログインスタンプあっさり引いたのかな。はい、こそっと。で、会長、ナナリー、シェンフ、コーネリア殿下。まあ、持ってなかった。会長以外は持ってなかったんで、まあ、よしとしましょうか。メダルも結構溜まってるね。オッケー。シャーリーも結構好きなキャラなんで、ちょっと交換を忘れないようにしたいと思います。はい。ガチャ引きながらもね、お伝えしたんですが、本当ね、最近ちょっと、結構ね、急激な季節の変化でね、体調崩されてる方がほとんど、だいぶいらっしゃるんで、はい。まあ、時期が違うだけでね、順番に、皆さんは崩されてると思うんで、はい。皆さん、本当に、お体、ご自愛くださいませ。っていう、なんかちょっと、教育番組みたいな、校長先生の言葉みたいな感じで終わるの嫌なんで、はい。今回はこの辺で、お開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。ぜひ、動画の評価も、感想も、
お待ちしております。あとコードギアスのね、ガチャの進歩具合とか、皆さんの、ガチャ結果とか教えてくださると嬉しいです。それでは、今回のお相手は私ゆうでございました。それじゃあね、バイバイ。